どうじゃどうじゃ、前髪も重くしたぞ。どうじゃ、妹の目くれた。正解。パチ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 。矢野ちゃんは、矢野は根に持つタイプなのだ。矢野は根に持つタイプなのだ。今日はですね、僕もとやのちゃんすごくいいことをしました。もうね、惚れちゃうよ、ほんとみんな惚れちゃうよ、みんなつく、あのみんなやのに何したか言っていいっすか、自分言っていいっすか、ちょっと自分言っていいっすか。あんね、あんね、今日なんと一人で電車に乗ったんですよ。そう、一人で電車に乗ったのね。でさ、部屋のピーってカードするの、お金入れるのめんどくさくて、毎回切符を買ってるんですけど、切符を買ってたら隣でちっちゃい子とお母さんが、これどうやって買うんだろうみたいな言ってたのよ。これどこ、なんかすごい困ってたの、切符の、あの買い方すごいなんかちょっと複雑で難しくて困ってたのよ。だからひやのちゃんはこう言いました。そこの美しいマダム、何かお困りなようだね。僕は美しいレディーの困った顔は見たくないのさ、って言いました。そしてそしてで、そしてあのどこまで行きますかって言って、その場所を聞いて、あの、あ、じゃあ、あのお子さんの分とお母さんの分、子供一人と大人一人でいいですかって言ったら、あ、すいませんお願いしますよ、だから箱ボタンを押して次に値段を押したら、あそこにあの駅の名前書いてあるので、そこの値段押したら大丈夫ですよ。イケメンすぎない？スマートに助けたよね。イケメンすぎない？マジ超スマートだったから、で、ありがとうございますって、もうね、ハートの目で言われた。絶対あれはひなのに惚れた気がする。ハートの目でキラキラしてたよ。恋、初恋を知った目だった、あのマダムは。マジ超スマートに助けました。でその後何の午後にいいことしたってあげました。すぐみんなに報告したから、いいことしたよって。もうね、やっぱ一人の男として、一人の男として困ってる美しいマダムの顔は、美しいマダムに困った顔はさせてはいけないなと思って、スマートに助けちゃいました。いけない。いけないわ、いけないわ、罪の男。ほんとスマートに助けるよな、矢野って。やっぱ天性の使命なんだろうな。やっぱちょっと天性の使命というか、なんか生まれ持っての才能っていうのかな、そんな感じ、今日の出来事。今日で、今日はそんな感じです。てかさ、てかさ、てかさ、いや今日さ、今日の朝初めて、言っていい？言っていい？今日の朝さ、初めて自分の配信のショールームのアーカイブを見ながら朝の準備をしてたのね。めっちゃおもろくない？
めっちゃおもろくない？マジさ、話す天才かなと思って。めっちゃおもろくない？あの めっちゃおもろくない？あのだってさ、自分の話聞きながら笑ってたもん、こうやってこうやってあの愛用しながらふふって笑ってたもん、一人で。初めて見たのよ、自分の配信を。なんかツイッターに上がってて、アーカイブだと思って見てみたのよ。おもろかったわおもろかったわ普通におもろかったわ。なんか一人で笑ってたもんね、洗面台で洗面台でさ、一人で笑いながらさ、おー、変なおもろいなと思いながら話してました。話してたっていうか聞いてましたね。一昨日かな、一昨日の配信かな、多分一昨日の配信だと思います。一昨日の配信を見ながらニコニコ笑ってました、自分でやっぱさ、才能あるよね。おうおうほんとに思ったのよ、思ったの。じゃあ 見ようか迷ったのよ、見ようか迷ったの。じゃあでも見る、まあ見よう、まあ見ようと思ったわけよ、思ったわけよ。まあ案の定面白くて、朝から素敵な気分で素敵な気分で髪の毛をアイロンしてました。ありますね、やっぱ自分の配信が一番おもろいと思うんだ。今日はイケメン話と自画自賛スペシャルそうする、部屋のイケメン話を淡々と語っていこうか。本当にさ、待って、めっちゃめいて、ててまず、まあね、なんでヒアノが人助けがこんなにできるかと言いますとですね、まあ耳がいいからかなと思って。私耳いいんですよ、だいたい人が何言ってるなって分かるんですね。その例えばレッスン上に8でレッスンしてるとするじゃないですか。そしたらだいたいどのメンバーがどんな話をしてるっていうのが聞こえるんですよ。私は別の話をしながら私は別の話をそのメンバーとしながら、どのメンバーがどんな話をしてるっていうのはだいたい聞こえてくるんですね。でまあ困ってる人をほっとけないというか、困ってる人の顔は見たくないじゃないですか。本当に地獄耳？そうなのかな、わかんない。でもどうなんだろうね、わかんないわ。で耳はいいと思う。だってあのCD とか聞いてて、これ誰の声だ、あ誰の声だってわかるでもさ、まあ、ヒアノは人助けをします、じゃなんか自分がしようとします、困ってる人見つけます、スマートにかつかっこよく助けます、でかっこよく去ります、あばよっつってな、去ります、で、あ今かかったなっつってみんなに知らせるっていう一連の行動があるね一連の行動がある。あ今みんなに、あ今めっちゃかっこよかったなと思って、いいことしたってみんなに知らせるまでが一連の行動だから、やっぱ大事ですよね、大事。皆さんも人助けしていこう、
人助けしてこう。まあ人助けによって、人助けによっても違うけどね。例えば借金の保証人になってくださいは、もうそれ保証人だから、人助けじゃないからね。分かった、分かったかい。かゆいな。また出たよ。またなんかパスワード打ってくださいっていうのが出たんだけど。お礼がよかった、お礼がよかったとか言うんじゃない。め、め、ピンパテランテルトゥ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 ルトゥ。っていう感じかな、今日の出来事は。やっぱ人助けって大事だよねっていう話ですよ。ほっこりしました。メンバーにも人助けしていますか？メンバーを困ったことが、メンバーに人助けしたこと、だ、泣いているところを慰めに行きました。これは人助け？これは人助け。待って、くしゃみ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 。泣いている人を慰めに行ったり、あとなんだろうな、何が人助けなの。喧嘩の仲介人とかは人助けなんだ。いや人助けじゃねえな、それは部屋が勝手にしたことだ。宿題に困ってる人は助ける、部屋の助けられる側だ、それはそれは助けられる側だな。部屋はいつも助けていただいてるからな、宿題に困ってるから。精神のくしゃみの仕方分かった。くしゅ、失礼いたしました。つい鼻がむずむずしてしまって、くしゅ。メンバー、そうだよ、そう、もうメンバー同士がもう乱闘、もう殴り合いをしてたので、私はもうヒーローのごとく、ちょっと待った、喧嘩をよすんだ、喧嘩をよすんだ、そんなことをしたら君たちの綺麗なお手手が汚れてしまうじゃないかって感じでした。っていう感じで殴り合いを止めました。嘘ですよ、嘘ですよ、信じる人いるかもしれないから、これ嘘ですよ。殴り合いはしたことありません、メンバーはそんなことしません。嘘だからね、やめて、嘘だからね、信じる人絶対いるから。レフィリーだな、レフィリーってなんだ、レフィリーとは。192日、皆様ありがとうございます。192日、ありがとう。あと8日で200日でございます。ってことは今日が6だから16日、14日ですよ皆さん。あ、14日になったらなんと私の配信が200日に突破します。楽しみだね。こんなだったらもうあっという間だよね。もうあっという間じゃん、365日、超あっという間じゃん。200日はコスプレ配信かな。ううん、普通の配信だよ。普通の雑談の配信だよ。13ね、てへ、13だそうです。
13日だって。13日だよ、やなちゃん。今嘘ついた。13日。やほやほ。やのさ、でも今日反省していることがあるのよ。反省していることがあるの、本当に。もう心が痛かったけど、もう泣きそうだったもん、心痛くて。あのね、あのね、聞いてくれる？ちょっと慰めて、みんな慰めて。あのね、あの今日ね、インスタをね、お腹鳴ったんだけど、夜ご飯食べてないからだ。あのね、インスタをね見てたんです。私はインスタ見てて、で、あの通知のところを見たんですね。通知のところを見て、で、あ、たくさんいいねしてくれてる、嬉しいな、たくさんフォローしてくれてる、嬉しいなと思いながら、携帯を閉じてご飯を食べたんですよ。で、ピロンって鳴ったんですね、インスタの通知が。なんだろうと思ったら、 DM でなんか、私とお友達になってくれてありがとうっていう DM が届いてて、え、どういうことだと思って。でも通知来るってことは、部屋のがフォローしてる方なのかなと思って、その方のアカウントを見てみたんですね。そしたら、間違えてフォローしちゃってて間違えてフォローしちゃっててね。でもね、その方のね、プロフィールを見たらさ、あの、僕は両親を幸せにしたいですみたいな、あのインドネシアの方だったんですけど、僕は両親を幸せにしたいですって書いてあったのよ。もう辛くて、もう辛くて、やなちゃん、もう心が痛かった。本当にめっちゃ心が痛かったの。あ、ごめんなさい、本当ごめんなさいと思いながらフォローを外したんですけど、めっちゃ心痛かったの、本当に。だって両親を幸せにしたいですって書いてあるのよ。もう幸せになってくださいと思いながら、本当にもうめっちゃ心痛かったもん。リスセイにさ言っちゃったもん、やの、待って、超心痛いんだけどっつって、ほんとめっちゃ心痛かったの。もう泣きそうだったよ、やのちゃん。外さなくてよかったんじゃない？え、いいのかな、いいのかな。でもめっちゃ心痛かったのよ、本当に。でも外さないといけないかなと思って外して。本当に僕的にはいいよ、いいんだよみんな優しすぎないみんな優しすぎない？DM したらフォロー外されたと思われてる。確かに確かに。いや、めっちゃ最低じゃんごめんなさい、ごめんね、その人、ごめんね、その人。ちゃんと翻訳機を使って、絶対、だってさ普通に文章を打ってさ、私と友達になってくれてありがとうっていう言葉をさ打たないやんか。ってことはだよ、ちゃんと頑張ってさ、あの翻訳のさ、 Google の翻訳をさ使ってさ、あの変えて、わざわざさ日本語に変えてさ、合ってるかなって確認したのかなとか考えてさ、もうさ、めっちゃ心痛かったよね本当に本当にもう超切なかったもん、ごめんなさいと思いながら。一応でも、そう、めちゃめちゃ切なかったっていうお話でした。もう本当に本当にだってさ、ね、絶対翻訳使ってくれたじゃんか、もうやばくね、やばくね、本当に。いや、最低だな、もう絶対インスタの通知んとこ見やんとこうと思いながら、まあ見たんですけど、見ないとね、わかんないから、僕が代わりにフォローしとくからアカウントしてて、覚えてない覚えてない
なんだろう、将来騙されないか心配よく言われる、よく言われる。俺のプロフィールも両親を幸せって悪用すな、悪用すな、両親を幸せにすること悪用すなおやすみです、おやすみなさい、どうもどうも。マジで本当にああ辛かった。お昼の出来事でしたね。ピロンってなったのよ通知が、びっくりしちゃった。どうかね幸せで、幸せになってくださると、まあ今も幸せかもしれませんが、幸せになってくださると嬉しいんですけれどもそういうことがあったんです。だからもやちゃん今日はすごく心が痛かった運命、あ、運命の人だったかもしれないか、そっかそっか、まあそういう日もあるよな。トゥ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 、その気持ちは大事。じゃっす。犬の最後で返してあげればよかった。フォローは分かんないけどね、DM はね、返しちゃいけないのよ。うん。フォローは分かんない。けど DM は返したらいけないっていう決まりなんですよ。こんばんは、こんばんは。リセちゃん何と言ってましたか。リセちゃんは心が痛いけど外すしかないよねって言ってました。マジ超つらかったからね本当に。泣き泣きだよ本当に、泣き泣き、いや泣いてはないけどさ、泣いてはない、泣いてはないけど人間としてね心が痛むよね。だって両親を幸せにしたいです、そんなそんないい人いる、そんなに、そんないい人いる？両親を幸せにしたいんだよ。本当に。そんな。矢野が幸せにしたい。君を守ってることが DM していいですか？どうぞ。どうぞ。わかんない、わかんない。もしかしたら帰ってくるかもしれないから。もしかしたらね、帰ってくるかもしれないから、本当に。ね、なかなかいないよねそんな人。みんなも平野も書こうかなプロフィールに、両親を幸せにしたい。俺も思ってるけど言葉に出さん。なるほどね、なるほど、あるわなそういうこと、素晴らしいそういうこと、思ってるけど言葉に出さんだけ、あ、なるほどね、ありますね言わせない、わかんないじゃん、もしかしたらなんかの弾みで帰ってくるかもしれないよ。ファンを幸せにしたいわ。なんて書こうかな、僕のマイハニーを幸せにすると誓うよとか書いとく、キザにキザに書いとくか、僕のマイハニーをつって超キザに書いとこうかな、自己紹介だ。こんばんは、かわいいありがとうおもろ。ショールームしてると絶対絶対3人はかわいいって言ってくれるから、ひやのちゃん嬉しいわみんな褒めてくれる。50分ほんとだ。ってことで、ってことでランキング発表するよ。ゲスボでランキング発表するよ。
ゲスモで最近出せるよ、最近出せるようになったんだこのゲスモ行くよ。13位、夏の旦那ありがとう12位マキさんありがとう11位ルークさんありがとう10位ベルちゃん会長ありがとう。9位キラキラバスさんありがとう。8位ユウさんありがとう。7位カイさんありがとう。6位6位リカさんありがとう。5位コマさんありがとう。4位ベベモンさんありがとう。3位、ハウさんありがとう。2位クラオカン金賞さんありがとう。1位ケイヨンパチさんありがとう。喉が疲れた、喉が疲れたわ。ということでゲスボで大発表しました。キャッチフレーズをしたいと思いますけども、もっともっと落ちたら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと、ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました、16歳、のん間違えた17歳、のんのんこと奥本やんです。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日もお見てくださってありがとうございました。私もねしたいと思います。ぜひ見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0、アデュー。